はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうもハネムーンです。さあ、ヴァンパイアサバイバーズやっていきましょう。前回この猫の新キャラでレベル99にすることで解放したアルカナカード、こちらを使いながらまた新しいアルカナカードを、解放していきたいと思うんですけど、はい、じゃあこの一番上のリーチレベル99、クロチでレベル99にするってのを狙いつつ、そうですね、新しいアルカナカードを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、図書館にしましょうかね、今日はね。いいんじゃないですか。はい、いっぱいで、はい、じゃあこいつレベル99頑張ろう。まあ、そうだ、びっくりするね、これいつもね。そうなんだよ、まあせっかくなんでね、はい、これですね。多分10秒ごとに、はい、その発射物の速度がマイナス50から200%までランダムに変わるだと思うんですよね。はいはい、どうでしょうか。何ですか。あ、いや、大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、じゃあやっていきたいと思います。はい、オラー。はい、さあ、クロチ特に変わりはないかな。そうですね、なんか若干早いか、そんなことないか。普通、いや、早いね、早いな早いね、あらららら、そういう感じ、そういう感じ。 あ、これはちょっと速度、おっと、トロッコ来たよ。これはもうトロッコやっちゃうか。トロッコしかないでしょ。やっちゃうか、せっかくだしな。超レアだよ、これは。さあ、どんなトロッコが出るかな。あ、めちゃくちゃ速いトロッコ出てほしいな。お、他は炎の杖とか面白いか。炎の杖面白そう。えい、あ、今なんかおっそ、もう遅いねこれは元に戻ったのか、それとも早っ、あらららら、ら早いね早いね、すごいな。あ、エイト・ザ・スパローか。これさ、エイト・ザ・スパローで回転させて、ね、やりてえなー、うん、やるか。しかもクロチだから、個数、復活、確かに個数最高じゃん。確かに、まあ、発射物の方が多いから多分そうか最高ではないか、ね、最高ではないか。でも多めになるね、まあ、副射を取ればってことか。じゃあエイト・ザ・スパローもちょっと、そうですね、ちょっと左上にあったんだよ、そういえば緑の経験値が忘れてた。ああ、忘れてた、取ってなかったね、うん、よいしょ。あ、はいはいはい急に速くなるとき面白いな。そうビャーンって飛んでいく ね、あー、やーば、これ、あ、遅い、遅、なんだこれ、元に戻ってんのか、なんか遅いのと。いや違うよ、遅えよ。あ、ほんと、遅いのと一生一緒に生きるじゃん、こいつと、うん、あ、ほんとだ、遅いのと早いの。あー、かエリアね、エリアも面白そう。大きくなるのもいいんじゃない、うん、結構やろうやろう、うん、一緒に行こう、あれと。あれ途中ですか。はーい、や新しく生まれたやつ、早い、早いね。あ、こいつ追いつけるわ、俺。お、微妙なのが生まれた、微妙なのが生まれた、ね、ちょっと早い、あ、遅いのが生まれましたね。めちゃくちゃ遅いのが生まれた。これどうなるんだろう、後ろに行ったら。まあ跳ね返るんじゃないかな。ちょっとなんか検証したい武器が多すぎて、なんなら聖書、ああ壊れるんだ、壊れるんだ。こういう検証もできるのはいいですね。うん、このアルカナカードならではの検証ですね。あれ、これなんかどっかでやってたな、これな。やったね、これね。おもろ。やったけど、まあ。そうね、まあ、あの時とはまた全然違うから。そうね、全部の速度違うのが全部出る、全部の速度が違う。ああ、どうしよう、言ったら壊れる、はあ、なるほどね。ちょっとこのでかいのも一緒に行こう、ダメージ取っちゃうわ。まあフレイサーも最も意味がないな、いらない、そう、わけわかんないもんね。多分もう最初の速度をガン無視してじゃないかな、このアルカナカードの効果は。だから多分ドンマリオとかもうただのおじいちゃんだね、うん、確かに、うん、そう、大中小なんかマトリョーシカみたいになってきた、ね、そうね、うん。さあ、他にもっと速度が上がって、速度が変わって面白いキャラ。すごい勢いで壊れたトロッコあったね今。いやー、すごい、このランダム性はいいっすね。もろいね。まあ、ホーレン取ってみるか。あの、炎の杖も進化するしね。そうね、まあ、ホーレンさん毎回取ってる説もあるけどな。だってあれないと辛いもん。ね、うん、あ、いいね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 。楽しみてえからな。急に速いの生まれてこれな。赤が出ないね。そうね、まあ、ホールにしよっかな、まあ、そうね、このゆっくりなのいいね。でもさ、これさ、あの能力をさ、この生まれた時依存じゃん。そうだね、だからさ、あのホーレンの効果かかってない、ダメージ表記プラスしよう。確かに忘れてたわ。これは一番ホーレンを取ってない時に生まれたやつだから、ダメージも弱いのかな、ね、前のが19、
後ろのが前のと後ろのってなんだあ、ちなみに空白の章通り過ぎましたね。あ、空白の章通り過ぎた。あ、通り過ぎました。まあとりあえずじゃあ左から攻めていくか今回ら、うん、左にある空白ないね。だからそうそう通り過ぎました。そっか、そうそうそう、1個しかないの今回。あ、そういうことか。確かに確かに確かに、1個しかない。じゃあなんかいいんじゃないもん、ここら辺で。あ、さよなら。なんかせっかく産んだから大事にしようと思ったけど、早っ、早いモード入ってる。早い、あ、やばい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 、早いぞ。しかも敵も早く見えるもん、なんか、ね、変な感じになる。あ、ほら、どうぞ。まあでもマイナス50からプラス 200% ってことは、うん、まあプラスになる確率の方が高いってことだよ ね、うん、幅的にかなりいいね、うん、あ、まあ何でも。ほれ、ほうれん草を火力特化していきました。あとね、欲しいのが赤でしょ。とりあえず赤銃はコントな。赤銃とティラミス、ね、赤銃ティラミス欲しくて。あ、バーン出るよ。あ、バーンか、バーンしよう。バーン、バーン、OK、さあ何が上がるかな、はい、炎の杖。まあ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 、赤銃、あと清水な、前回って言ったらちょっと大きさがな、気になるところよ。クローバーか、クローバーいいね。進あれだね、進化になるからいいかもね。まあちょっと進化させてみよっか。オッケー、せっかくだし。なんかトレーサーも面白そうだな。なんかキュ、あー、あー、まあ、トレーサーね。やべ、このアルカナやりたいことが多すぎてダメだ。武器枠が足りない。そうね、武器枠足りない。やっぱ武器枠2倍のアルカナ早くゲットしてください。実装ね、はい、さあどうしようかな。なんかまあ10時間もある。いや絶対あるよ、武器枠増えるのは絶対ある。あるかな。まあ今回6個じゃん。アルカナだけに、アルカナだけに面白いじゃん。もうお前だよ、おなすった今俺。やめてくれよ今俺なすったお前に。さすがハネムーンさんっつって。でも意図、まあ、意図せず、ね、意図せず。まあ多分、うん、アイテムが減ってって感じかな。あ、アイテムが減ってその分武器が増えるとか。みたいな。あ、ありそうだね。今実装されてるのが6個だけど、もしかしたらもうその実装されてるやつの中にその効果を持ったアルカナカードがあるかもしれない。どうだ俺。もうこう意図的にヴァンパイアサバイバーの情報は入れないようにしてるんで分かんない。ああそうなんだ、うん、まあそうだよね。あんま、うん、楽しみたいもん。えぇーってなりたいもん、うん、見てね、あこれねってなりたくなくね。知ってました知ってました。ああ嫌じゃん、うん、楽しみたい。俺もアルカナカード調べてないから楽しみ。そうね、うん、なんかまあ新キャラの解放条件とかは調べちゃうんだよ俺。まあ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 、うん、そこら辺は実況者としてな、うん、そこだけ調べるけど。でもアチーブメントに書いたんじゃないの。まあ大体書いてある。あ、聖水、いやちょっと、あ、聖水いいなぁ。振りたいけど10で積んじゃうかな。まあでも聖水取っちゃうか。聖水取って赤出るまでいろいろとアイテムで耐えようぜ。粘りましょう、うん、おお、クローバーも来て。あ、肉取っちゃった。まあまあまあ、あれアルカナカードってね、最初になんかさ、うん、3枚なんか右に書いてあるけど1枚しか今んとこ取れないよね。そうだね。どうなんだろう、なんか条件があるのかな。増えてくのかな。今のとこ1枚しか取れない、まあ、そうだね。だから今持ってるのが2枚になったから、うん、それで2枚させんのかなとは思ったけど、今の現段階ではそうだね、1枚選ぶ感じになるよね。そうね。あ、クロスクロスクロス、空白はいい。バインダーは特にいらないかな。あ、バインダー面白いか。10でしょ、バインダーじゃないかな。いでも何が欲しい逆に、まあ、引き寄せ欲しいか。聖水バインダー取っちゃえば。バインダー、ティラミス、副車、聖水が進化できなくなっちゃうか。まあ、ティラミスは取って進化させて消す、そんな悠長いや、聖水、聖水を、うん、聖水を。ああ、まあ10上げとくか。じゃあ引き寄せ副車ティラミスでいこう。早い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 。引き寄せなんてさ、引き寄せ副車ティラミス、副車。ああ、なるほど、10のあれ上げたい感じね。そう、10の個数だって。もう最速を見たい俺は。好きだな10。お前10好き。悪い俺今まで黙ってたけど言うわ、10好きレーザー好き。いやまあまあ好きよ、うん、いいよね。好きだけど何本出すんだみたいな、うん、いやなんかあのさ、本数が多かった時はさ、うん、遅かったしさ、はいはい、早い時は本数が少なかったしさ、うん、あ、よかったよかった、うん、なんかもう最高の状態の回転を見したいのよ。なるほどね、うん、今回まあだから見せれそうだと、うん、そうね、見したいというか見たいのよ。だからブレイサーも取ってよかったと思うけど。ブレイサーはだってよほら変わっちゃうじゃん。あー、まあそう。だからそれにプラスされんじゃないか。あ、そんなことないかな。プラスされんのかな。違うかな。になるのかな。プラスされんだったらそれは気になるけどね。うん。だったらもうちょっとクローバーとか取ってる場合じゃなかったかもしれない。まあ確かに。うん。あ、なるほどね。そういうことか。そういう発想ね。あ、確かにそれ考えてなかった俺。
だから200%になった時に、うん、おっす200%になった時に、ね、だからアイスで200%ったら400%ってこと。 400%? だから元が200%あったら、このランダムで200%プラス元の200%ってこと。そうそうそうだ、元が 200% だ、そうね。ってことは 400%はどうなんだろうね。あ、どうなんだろう、どうなんだろう、わかんないな。いや、俺はガンムシだと思うんだよな。ガンムシか、なるほどね。ガンムシ派ね。ガンムシ派。あ、でもこれ、ね、ブレーサー意味ない派、確かめすべねえから。そうなの、ね、おっそ乗ってくわこれ。おっそドライブするわ。すげえ、お、あー、ちょっと早めた。あ、新しいのが出た。あ、赤になる。よし、ドライブする。ドライブするね。もうこいつの後ろ見るわ。ちょっと右がね、多分空白の人が離れすぎちゃう。あ、そうか、離れちゃうか、うん、さようなら。はい、こっちに出てくれればいいの、遅いのが、ね、頼むよ。あ、遅め、出た。はい、よしよし。お前トロッコも好きでしょ。トロッコも好き。来ない。あ、副車来た。副車か、副車取っちゃおう。そうね、オッケー。もうティラミスあるから、もう進化するし。いや、しない、まだ銃がないから。あ、そうか、銃がねえんだ。そう、メインがないから。あ、そうだ、そう、進化しない。早く赤銃来ないかな。そうなんですよ。でトロッコ引けたのかなり運がいいよね。運がいい。初めてだよね、他のキャラでトロッコ引いたの。うん、そう、うん、まあ、なんかトロッコ出やすいって噂もありますけどね。あ、そうなの、うん、へぇ、噂ね、うん、でもさ、骨と桜爆弾と同じような立ち位置じゃん、うん、だから同じ確率なのかなと思ったけど、うん、なんかトロッコは比較的出やすいみたいな。あー、うん、トロッコ引き寄せそうだよね。引き寄せ、そうだよね、うん、引き寄せで清水進化はしたいもんね、うん、全部進化するね、まあ、トロッコ以外は。オッケー、いいと思います。オッケー、はい、まあ、今引き寄せ有用だした。うん、今強い。オッケー。で、もう副車取っていいんだ、これで。副車は右だね、はい、空白の書ね、空白の書ね、はい、もうなんかね、やっぱある、すごいめちゃくちゃなこと言ってる時がある。あ、はいはい、もう全然間違えてる、うん、いや、なんか全部訂正するとキリがないから、ちょっとあまあ、やばいところだけ言うようにはしてるんですけど。いや、俺編集してて本当ね、もう全然違うこと言ってる時がある、うん、そう、うん、あるね。弾遅っ。おっそ、早っ、いや忙しい。いや、これ早く進化させたいな。忙しいね。進化したら絶対おもろいよこれ。そうね、うん、進化させたい。でもなんか後輩殲滅が今ないからちょっと辛いね。そうだね、聖水ぐらいか。まあ、ろうそくで耐えるしかない、うん、頼むよ赤獣。まあでもリロールとあのスキップとバニッシュ全部生きてるから。そうね、全然、まあ、早めのバニッシュしちゃってもいいね。そうだね、武器バニッシュでいいかな。うん、次武器バニッシュで。はい、や、ブーメラン。はい、ブーメラン。はい、や。はい。あ、進化しない人っちゃっていいでしょう。はい、あ、青獣ね。青獣ね。青獣が先にマックスになっちゃうな。あと1やん。さあ。まあ、石亀はいらねえからな。そうね。はい、そう、それ。あ、武器バニッシュしようか。武器バニッシュ。斧は絶対取らないからね。斧バニッシュしちゃおう。まあまあ、悲しいけどな。ろうそくがあるのに進化するにもかかわらずは、あ、まあ斧はなんか批判受けてるからね。そう、いや、俺は斧ばっか取ってんじゃねえ。俺は好きだよ、斧。俺は好きだよ。俺も好きだよ。あ、ビジョンでバニッシュしようか。オッケーオッケー。これで武器で。オッケーオッケー。これで赤獣が出やすくなったね。赤獣の出やすくなる可能性を上げてから。赤獣出た。あ、出ました。すごい。作戦勝ちですね。完璧っすね。もう銃上げて、銃上げていこう。あ、そっかそっか。合体すると、あ、武器1枠開く。1枠開く。そしたら何取ろう。あー、すごい。タイムストップからのタイムストップだね。タイムストップ、トゥータイムストップ。それこそトレーサー？あ、トレーサー面白そう。絶対面白い、トレーサー。それこそトレーサーでしょ。まあ、進化しなくても面白い。おもろいな。うん。まあ、むしろ進化しない方が、なんか、ね。違いがあって面白いかな。弾、遅っ。東方みたいになってる。東方みたいになってる。おーっせ、トロッコがドゥ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 うん、武器2倍あるんじゃないですか。武器2倍ほんとか。アイテムゼロ武器2倍いいね。あ、空白いこう。そんなことがあるのか。 あるで。どうしようかな。だってお前この武器の速度 300% になるって思った？思わなかった。あ、 200% か。さすがに無理だと思ってた。あ、俺今からもう 200% の銃をもう楽しみでしょうがないね。
そのゆっくり喋ったんで今何が来るのかと思って今いろいろねあの武器どうしようかなって考えてる時に今口が勝手に動いてて、はいはいはい、途中で止まっちゃったそうでもなんか意外と経験値は得れてないね。引き寄せを取っちゃうか。そうだね、うん、引き寄せを広げちゃおう。引き寄せを意外となんかレベルの上がりが遅いね。何激しくないな、ね、当初の目的としては確かに99か。99だからね。確かに。その割にはうちらあれだね。ペンタグラムも取ってねえし。遊んじゃってるね。かなり遊んじゃってるね。よっしゃ。どうしようかな。よっしゃ、そうだ。だって強えもん。強え。うん。10秒後とか。おっさんね。5。5だって。まあでも伝わった。それね。5のやつね。いや、ゆっくり。はいやはいや進化したヘブンソード頼むよ。どうなる。おー、まあまあまあ、まあ、あ、でもよ、ゆっくりヘブンソード、ゆっくりヘブンソード見えるね、剣がね。これ普通の剣だな。もっとかっこいい剣にすればいい。あ、早くなってきた、早くなってきた、早いね。もう見れ見れ、いいね。すごいすごいすごい、ギガスラッシュだよ。あー、まあ10か、10、あ、10だ。まあ何でもいい。あ、引き寄せで肉取っちゃう。まあいいでしょう。おっさい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 、剣おっさい剣おっさい。あ、早く、だんだん早くなってきてな。いや、いいね。いいわ。トロッコでか。でか早いのいるな、一人。でか早トロッコ。あー、とんでもない、とんでもない。とんでもない。スピードが早いね。あらら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 。いいね。早く早く、レーザー、レーザー。レーザー。レーザー、レーザー。俺も楽しみだよ、さすがに。レーザーはそうね。俺もさすがに楽しみだよ。どうなるんだろうな。めちゃくちゃ、なんかさ、遅すぎてさ、一回左回転になってほしい。あー、確かに、絶対なるわ。絶対ってマイナス 50% なるっていう話だったもんね。マイナス50でそう。そう、逆回転してねっていうね。引き寄せよ、引き寄せよ。確かに。あれ、うちは気づかなかったもんな。宝箱、あれで進化させよう。もうさ、リロールとかして、なんか、早めに銃上げる？あ、いや、いっか。まあまあ、最初の。普通に。トレサもあるしな。そう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 。ちょっと、どんなようにして。あと2だから、レベル。あと2か。そう。まあまあまあ、今、全然やれてるし。あ、いいね。あと1。よし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 。あと1。あ、それに入ってるでしょ。あ、入ってない。よしよし。下打ち良くない。下打ち良くない。投げキスだったら大丈夫。投げキス大丈夫です。じゃあ大丈夫。やるかなと思ったけど。いや俺も投げキス。投げキスね。あ、いや投げキスそうだよ。やるかなと思ったんですよね。まあまあやっぱね。まあ投げキスしちゃうね。炎速い。今俺ファイヤーが速かった。あ、本当？取ったファイヤーが。あ、そういうこと？うん。びっくりした今。はい。いいね。あーいいね。あ、右上に赤あるね。よし、あれか。どうだ。どうあー、まだか。あー、車マックスでっか。だったら、うん、あれ取って、あー、そうだ、それであげちゃってもいい。あ、それ取って、あ、どっちもいいや。進化、あ、でも聖水も進化する。そんなことなし。あー、確かにするかも。聖水はもう聖水マックスになってるか。全然だ。あ、全然か。じゃあもう取っ、あー、これ宝箱取って取って、もう聖水、銃を上げて、左取ってみる。すごいね、宝箱で銃が出ること確定してるの。出る。なんだよ、3つもあるのに。ほらねって言う準備ができてたのに、俺は今。ほらね準備ね。残念。これで上がるべ。そうね。よし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 。頼むよ。あ、今早い。頼むよ。楽しみ。え？待って。ちょっと待ってね。なるほど。じゃあ、リジェネも作るんだ。そうだね。そういうことだよね。今、うん、びっくりした。びっくりした。なんえでってなった。だ今多分これ出るんだよ、この後画面が。なるほど。多分出る。どほら。出た。上、マジか。そうね。これが拾えるってことだね。でもさ、うん、少ない。ランダムなんだ、4枚。最初は、最初は全体20何枚ぐらいから選べて、その後、あの宝箱から出るのは、うん、ランダムで4枚か。これ両方つけられるの、ね、ああ、じゃあこのストックの問題も解決ですね。はい。あ、3枚まで宝箱から出るって感じだね。条件わかんない。多分10分以降かな。でもね、10の方が欲しかった今。わかる。うん、申し訳ない。嘘わかる。ボス。
じゃあさっきのだから僕飛んなきゃよかったな。そうだね、だって先生ちょっとあげるのやめよう。知らないもん、あんなのが。そうだね、俺も知らなかった、うん、えってなったよね俺ね、うん、新しいカード落ちたのかも。あーでもまだレベル99になってないしなみたいなね。確かになんかバグっちゃってる。そう、びっくりしちゃった。思考停止したよね。思わぬことが起きて思考停止した。そっか、まあ、強いわけでもいい。前回は、うん、アルカナカード2枚持ってなかったから、うん、宝箱から出ることがなかったけど、うん、今回はあるからか、うん、あるから、あ、いや右宝箱出ました、うん、はい、ありがとうございます、はい、うん、ある やめろよ、まあ、やめようか。あ、よかった、頼むよ。さあさあさあどうなる、お見せしましょう。あ、早め早め早め、いや、まあまあまだ早いかこれ。まあ早め、まあ普通じゃん、うん、早め、あ、普通か、遅 遅いわ、いや今遅くなったわ、遅っ、行、うん、くよ行くよ今よ、え、遅くね、あ、ちょっと早くなった、あ、なんだ、もっともっといいの行けよ、もっと、まあまあまあ、落ち着けよ、おお、敵も空気読んでさ画面に入ってこなくなったな。あー、いや遅い遅い、でも遅いがこれ普通かな、多分逆回転あるよね。あ、でもこれないか、これマイナスじゃないかな、マイナスいってないね、うん、これね、あー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 、なんかもっと速くなり、あ、まだまだ全然、これが最大じゃない、いい、そうかな、こんなもんか、最大っぽいだと思う、遅くなった、はい、あーでも面白いねやっぱね、レーザーね、ぐるぐるね、まあ分かるよ、もっと速いんだろうなって思ってた気持ちは分かるよ。でもここは実況だから抑えて、まだまだまだ違う、こんなもんじゃない、こんなもんじゃないよ、抑えて抑えて、いやこれ一番早い、ね、あー、これかな、あ、これだな、だってこれ早い、まあ、あの一緒に動いてるトロッコを見ればなんとなく、あ、そうそうそう、そうなんだよ。これ以上速くなんねえだろうなっていう、あ、まあ、だこいつ自体のその速さ上げる、うん、だそのパッシブのブレイザーついてるから多分それでマイナスになんないのかな、はいはい、だから反対に回らない、あー、だとすると、あれ違うか、あー、でもこれ一番速くない今の、あ、これすごい速い、これ、まあ確かにね、うん、どうする、もうやることなくなっちゃったけど、いや、まあレベル99にするっていうのが目標なんで、そうだね、どうしようか、はいはい、動いて敵出しに行くか、そうね、ああ右に宝箱あったけど言われない、大丈夫、あ、言われるかな、言う、お前ら言うかい、分かって取るよ、じゃあ、ああ、誰に話しかけてんの。でもさ、これをあとは聖水の大きさが、ああ、また検証できるんで見てみましょうか。今はちっちゃいね、あ、ちっちゃい、あ、でっかいのいるな、待ってね、それでいいね、うん、やばい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 、神神神神神神神になった、やばすげえ、やば、でも遅い時はマジで全然 まず真ん中にも来ない、 そうだね、そもそも、うん、真ん中にも来ない、速くなると、うん、え、神になる、わやばい、これやばいわ、いや速度、そっか、速度依存なんだね、ちゃんと、そうだね、なるほどね、移動すればするほど大きくなるんだこいつが、はいはいはい、だから大きくなっ、そうね、そういうことで、すげえ、びっくりした、感動しちゃった、神になっちゃった、あ、来るぞ、うおー、てってて、てってて、これ神構築やろうな、すごい、これ神構築やろうな、ソンゴーマナを、ね、そう入れよう、今度ソンゴーマナと、あとルーントレーサー進化と、あ、そうか、もう一個でルーントレーサー取りに行かなきゃ、あ、そうなんだよ、うん、実はね、まだ増えるわ、うん、そうなんだ、オッケー、取れた、来たよ、あげてこう、上げてこう、ここも行くべ、なんか溜まってそうだね、経験値で取ってないか、うん、かなり遊んでたからね、全然、だってレベル99にしなきゃいけないっていうのに取ってないからね、うん、そう、オッケー、ルーントレーがもういきなり、あ、これもういったね、はい、終わり、あ、あ、え、まだ15分なんだけど。あー、ルントレーサーおかしくなっちゃった、ルントレ遅い、あ、これ出るタイミングの時のルントレかじゃないんじゃないか、で途中から速くなることはないよね、10秒持たないんじゃない、ルントレがそもそも、あ、だから遅いのと速いののランブにはならない、なるほどなるほど、はい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 、あー、これが面白いわ、一番聖水一番面白いわ、いやー、うん、トロッコとかブーメランとかで笑ってたんだけどな、ごめんな、ブーメランもうお前注目できなくなっちゃって、ね、もう、うん、時代は聖水だわ、うん、この銃もね、まあ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 、まあまあ、早いんだけど、まあまあまあ、もちろん速くて強いんだけど、うん、聖水がおかしくなっちゃったかな、いやー聖水やべえなー、速度依存でね、近づいてきてずっと移動してる間大きくなり続けるって感じですね、あー、うん、下にね、
あら、神構築のお供え物がやるね。そう、お供え物があるよ。ああ、じゃあちょっとまずヘルファイアを進化させてから、はい、神、一旦神に近づいて。うわーおー、あら飛ばせないやつ、飛ばせないやつ、まあでもありがたいですね、はいはい、もうレベルは103になったんで、まあこれ以上上げる必要もないんで、ゆっくり神を楽しみましょうか。神楽しむか。チャンチャンチャン、はい、ヘルファイア、ちょっとヘルファイアを見ていきたいですね。確かにヘルファイアのスピードだけ見ていくか。じゃあちょっとお供え物の上で、はい、ちょっとつまみ食いしちゃいましたね。あてっててーからの炎が出て、遅いのも出て、遅いのポコポコポコ、あれついていける。遅いの出て、あーちょっと早いの出て、あーめちゃくちゃ早いの出て、で五光がてっててってなって、じゃあお供え物いただきましょう。なんだ、もうボスが死んだとしても宝箱は取らないと。そうね、あ、神だから。ああボス多くね。ああボス、そうですね、今左にもいますね、メディアさんね。なんかな、ああもう強すぎてな。だって今神モードに入るでしょ。ああそう、ここから神モードに入るんで。だって神モード、もはや神モードまでも来ないもんな。そう、ここまで来ないから。でこの聖水がまたね、個数がね多いから、確かに、またその分ダメージもね、そうね、ダメージも眩しさもね、確かに上がってって、上がってって、いいね。いや一応ハイパーカースなんですけどね、まあ図書館ですけど、これだったらなんかアイテム1枠なんかカースにしてもそうね、余裕だったね、うん、ほうれん草の代わりにカースも良かったかもしれないね。確かに、はい、まあ敵も近づいてくることなく、はい、ぬるりと終わりそうですね。終わっちゃうね、はい、これね。まあアルカナカードでもこれで解放するからね。レベルが99なんで、何が来ると思う？まあそのアルカナカードの解放、前回のキャラがあれスピード上げるキャラだったじゃん、そいつが、なるほど、スピードを変えるキャラ、復活に関係する可能性があると。そうなんですよ、すごいわ、うん、まあ天才なんで、すごい、それは分かった。じゃあね、復活するたびに、うん、あーそうかそうか、スピードの、復活するたびに能力がボーンって上がる。あ、全能力 10% アップみたいな。なるほどね。どう、そうっすね、復活するはい旅じゃなくて、そう、ね、復活するためにプラス、復活プラス1、やばモルディカイ、モルディカイで終わりやん。まあクリアですわ、楽しみだな。ね、さあ死神も出てきて、はい、はい、じゃあダメージ見ていきましょうか。うわお、うん、やっぱ10が 9.9M で一番出してて、うん、まあ、なるほどね。ヘブンズソードも地味でしたけど 5.3M は出してると、はい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 、あれ聖水はまあ意外とラボラ、そうだから、まあ、近づいてこなかったからか、ね、踏めなかったんだな、ね、敵が、かわいそうにな、はい、はい、アンロックしたかと、アウェイクは、アウェイク、まあ復活ってことだ ね、そうね。あ、本当にじゃあ解放するキャラとそのアルカナカードが関係してそうかな、対応してそうですね。まあ、見てみようか、はい。さあ見ていきましょう。アウェイクゲインプラス、ギブ、三復活？今週マックスヘルスが10増えるかな、多分。ああ本当だ。プラス1アーマー&もプラス5マイト。ああこれあれだ。お前が言ってたやつじゃん。復活するたび上がるだ。おお。あ、まあ、ちょっと地味だけどね。そうだね。復活がプラス3になって。復活する旅だと思うんだよな。ああなるほどなるほど。ああ 10% じゃなくて 5% になったんだ。ん、ああ何が、俺が言ってたけど復活するたびに 10% って言ったけど、復活を増やしてくれて復活するたびに 5% ってことかな、うん、復活するたびに体力 10%、 あ、体力は 10%、 力5、エリア5、デュレーションなんだっけ、これはあれか、減らすやつかな、でスピードも5かな。ああなるほどなるほど。ああ復活構成って感じ、もう強いと思う。ティラミスの枠を使わずに復活3つくんでしょ。確かに、そういう意味では強いね。たら結構強いと思う。いい保険になるよねこれね。これあの待てよ、これと合わせれば、んこれさ、うん、レーザーの本数、レーザーの本数今まで13本だったでしょ、16本までいきます、ね、あれ好きだねレーザー君もレーザー、俺その発想はなかったな。俺はどうでもいいんすけどね。その発想はなかったな。俺はどうでもいいんすけどね。結構好きでしょレーザー。いや、まあ、俺はどうでもいいんすけどね。まあやってみましょうかじゃあね、はい、これと組み合わせるとなんか普通にあの
行きやすくなるよね。そうね、うん、回復と復活構成で、はい、次回はじゃあこれつけて、はい、また別のアルカナカードを探しに行きたいと思います。はい、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。